には再生数的にはありがたいけど、結構ニコ動と YouTube でそこまでさほど差が出てないですね、今。まあ、もう、前はちょっと調子良かったし、ちょっと今 YouTube が落ちてるっていうのはあるんですけど、おし、来た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 。よいしゃー、ラスト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 。いけー、いけー。最後、阪神梅田で締めるのか。締めたいなー。ここまで行きたいなー。阪神温泉、出たね。サムネイルが大阪梅田コレクションですね。阪神福島駅。これが、阪神福島から、ドイツに放送。あ、そうだ。トラブルがあった時だ。さ、中身が全然別の動画で上がっとったっていうね。超絶サムネイル先をね、やらかしとったやつですね。それから、阪神の梅田駅ね。よし。で、というのも、散歩道で入れといた方がいいのかな。まあ、鉄道好きな人が見たいに必ずに答えてるはずじゃないですもんね。よし。塗装で、行動へ。これが、間に合うかっすね。8分？ 8 分は切りいけるかな。多分もう一本は無理ですね。これね、阪急梅田のね、でかいところに行くんでね。大きいとやつですけど、これは無理っすね。11まではいったな。12が、これがエンコードかかるかどうかっすね。あと7分。うわ、空いてるかな。もうあとは祈るだけですね。うちのチャンネルにできるのはね。で、12時回ったら多分あそこに新しいのができてきて、再生数とかの情報は後々ね、出てくるんですけど、とりあえず投稿した動画の、やつでね、その日っていう風にね、カウントが入ったやつはそこに出てくるんで、さあ、エンコードが終わって登録に入ってしまったら、登録中に入ってしまったら、もうここに入ってくるはずなんで、さあ、エンコードが終わるか、あと、10秒で54分。うわ、いけるかな。結構キリキリ。もう、あとは、もう、祈るの待つしかないですね。こっちでできることはもうないんで。さあ、どうかな。このエンコードが変わるかどうかっすよ。もう、結局に持ってきて、このエンコードが、変わるかどうかですからね。さあ、どうだ。あと、6分。いやー、間に合うかなー。だいたいさっきの計算だと、1分、エンコードはね、もうちょうどイコールですね。等倍速ぐらいの、あれですね。1分にあたり1分かかるぐらいの、計算だとかね。ギリギリだなー。どうだろう。さあ、23時。もうすぐに55分になった。あと5分だ。さあ、どうだ。いけるか、まだエンコード中だな。あと5分。あー、どうだろう。ちなみに、倍率アホみたいにでかくしたんで、私他の作業何も見れませんからね。まあ、ね、一点これに集中してね。ですから、何個いったの ?173 は確定してるはず。で、プラス、10個ね、予約で入れてあったのが、183はいけるのかな。これが入ったら184になるはず。いけるかな。あと10秒で、あ、56になる。うわぁ、どうだ。56になった。あと4分だ。いけ、間に合わないか。どうだ。これ、頑張ってるのは、俺のパソコンなのかな、向こうのサーバーの方なのかな。
サーバーの方なんですかね、多分。うちの CPU のスペックにはここは依存しないはずなんでね。どこだ、どうだ、どうだ。56分30秒。30秒になった。あと3分半は、ギリギリ、ギリギリ、行くのかな。前のとこは50分ですもんね。だから、やはり1分1秒で、アップロード時間が1分かかるかなんかで、そこから8分でしょ。まあ、ギリギリだな。計算とか本当ギリギリかもしれない。いや、でもギリギリ来てると思う。もうね、私は時計をカチカチして皆さんに秒数をお見せするぐらいしか私にできることはないんだ。ああ、なんて無力なんだ。さあ、最後の最後、こんなんかね、ここまでね、迫るとは思いませんでしたね。正直、3分ぐらい残して、ああ、できましたね、っていうような形を思い浮かべてたんですけど、わあ、でも、2分半になった。わあ、あと150秒だよ。わあ、行ったか?登録完了になった。今、残り2分。残り2分で登録完了した。で、今、最後の書き込み、ああ、来たー来た入った入ったやったーラスト2分で滑り込んだーふぅーさあ、ってことで、カウントダウン、まあもうここからはね、ちょっと落ち着いてから、ようやくね、タイマーでね、明日の5時以降のね、まだ明日だな、明日の5時以降の動画を作るんで、一旦ね、もうあとはカウントダウンをして、さあ、カウントダウンが終わったら、そこからね、動画の本数の計測にね、アナリティクスを見てかかっていこうと思いますんでね、あとは1分。さあ、あと1分。長かったね。もう遠く、ある程度そうかと言ってきますけどね。いやー、なかなか、ハードな。まあ、寝たんでね、途中で一回寝てるんで、ふらふらではないですけど、言うてね、腰はやっぱ、ほぼずっと座りっぱなしなんでね、来てますわ。いやー、きつい。そして、これをまた編集するのかと思うと、それはそれできついですけど。さあ、あと、30秒。あと30秒。いやー、とりあえず、元の画面に戻しておきましょうか。まあね、ローガーとかもね、もう絶対間に合わないんで、やっぱ7分、それぐらいでできるんですね。8分の動画から7分ぐらいで、投稿からインコードまで。まあ、投稿ダウンロードする時間とかも含めたら、エンコード、動かなかったら、またカウントダウン忘れてた。24時間、ニコニコ動画、アップロード生活終了と、耐久戦終了しました。で、これで、アナリティクスの方で、よいしょ。これゼロになったんで、これで12日ね、もう昨日ですけど、日曜日の分が出来上がりました。で、ここにわーっと出てくるんで、こいつを数えていきましょう。遠かった、12時から、10分、18分とね、10分間隔くらいでね、動かして続けましたね。1、2、3、4、5、6、全然減らんぞ、これ。7、8、9、10。ということに数えていきましょうか。しんどかった。10枚いきましたね。で、1、2、
3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、わかりにくいな、これ。サムネイルが統一しちゃったけどね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、60、1、2、3、4、5、6、7、8、9、70、ここがちょっと開いてますね。あ、そうか。ここに出たところか。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここまでもいいか。8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、90、どので90だったんだ。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、なので、100。これが記入する100、ちょっと弱い気がするな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。1、2、3、4、ここら辺どこですね。5、6、7、8、9。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9。40。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。50。1、2、3、4、5、6、7、8、9、160。170、ここで170だったんだ。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、180。どうする ?180 で、1、2、3、4、5、185。ということで、検証結果ですね。底辺 YouTuber がニコニコ動画で本気、24時間本気で動画投稿し続けたら、185本動画投稿できるよ、という結果になりました。まあ、もうちょっと睡眠時間とか減らしたら、もしかしたら200いけたかもないっていうところですね。ですから、ガチンコで本当に寝ずにもう、できたらね、200いけるかもしれませんけど、まあ、ちょっとね、うちもね、次の日の仕事のね、夜勤なんでね、どうしても、そのあたりの生活サイクルの金ありますんでね、185ということで、まあ、でも、頑張った方じゃないですか。結構、もともとね、ニコニコ動画のね、アップロードの仕組みはね、ちょっとね、もともと知っとったところからね、サジェストする形だったんでね、比較的順応するの早かったので、それも
生きたのかなと思います。しかし1日185本あげましたね。これで累計の動画本数がですもんね、267本増え、これはもともと本格的に増やし始めたところからなんで、267本とこまで行きましたよと。あげましたね。ということで、とりあえず、私は、飯を食って、快活クラブ行って、とりあえずマッサージを受けて、そっか、ツリー作成とか、コンテンツツリーの作成と、コメント入力と、やらないといけないんだ。うわ死ねる。そのまま朝を迎えて眠りそうですね。そうだ。あれもね、申請しないといけないからね。うわー。で、あと、そうだ。今日の夕方分の動画のアップロードしないといけないじゃん。あれ？積んでね？まあ、ということで、何がともあれ終わりましたんでね、これぐらいでね、動画締めようと思います。どういう感じにするのかな？一本にまとめるのかどうかわかりませんけど、うちのことなら多分、いくつかに、奮闘するようなネタあったかな？ぎゅっとまとめて一本にするかもしれませんけど、ね、ちょっとわかりません。編集しながら決めようと思います。ということで、とりあえず、動画ができてることは確認したんで、一安心して、私は、飯を食ってこようと思います。その前にちょっと風呂かな、シャワー浴びようかな。言うてね、24時間ずっとあれしてるんで、ベッド、油切ってますんでね。そっちかな。お疲れ様でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。またよかったら、ニコニコ動画はね、フォロー、コメント、いいねボタンとかね、ニコニコ、いろいろしてもらっていたらと思います。で、YouTube の方はね、高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、長らくお待たせいたしました。これぐらいでこの動画を締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。